皆さんこんにちは。アクセススタッフブランドコンシェルジュのあゆみです。今トレンドとしてはもちろん、自身のアイデンティティを表現する方法として支持を集めているのがジェンダーレスファッションですよね。性別の境界線が曖昧なファッションだからこそ、自分らしさを自由に表現できるという考えです。そこで今回は様々なブランドからバッグ、財布、カードケースなどをピックアップしました。まずはトートバッグからです。トートバッグは3つのブランドからご紹介していきます。はじめはセリーヌ、人気のバーティカルカバー。パリの凱旋門の鎖に着想を得たトリオンフ柄をキャンバス地にあしらったトリオンフエンブロイダリーです。クラシカルなトリオンフとスクエアフォルムが合わさり、こなれ感があります。肩からかけるとコーデの主役にもなります。縦型を生かした収納力の高さもいいですね。続いてバレンシアガのカバー。以前ロゴアイテムを紹介した際も登場しましたが、今回はより秋冬らしいですよ。グリーンを基調としたブルーホワイトのパターンがタータンチェックのようで、ぬくもりを感じます。キャンバスにレザーの切り替えが施されているので、カジュアルすぎない大人の雰囲気も演出できそうです。中はグリーン、統一感が出るようにディテールにもこだわっていますね。ポーチ付きで整理もしやすいんです。コーデに取り入れれば秋冬ファッションのアクセントにもなりますね。3つ目はサンローランレザーバッグです。ダークグリーンのシックな色合いが絶妙で、秋冬に大活躍しそうなカラーじゃないですか。こちらも単独で使えるポーチがついています。グリーンは今季のトレンドカラーでもあります。こういった深い緑であれば、カラーもののバッグも挑戦しやすいですね。続いてショルダーバッグ、プラダのサフィアーノからトラベルバッグです。ブラックのレザーにプラダのトレードマークトライアングルロゴがアクセントになっています。トライアングルはシルバーだからこそ、コーデに加えるとクールな印象になります。ダブルファスナーなので物が出し入れしやすいんです。スペースが広く仕立てられているのも嬉しいですね。続いてバレンシアガのお財布。バッグでも大人気のアワーグラスのミニウォレット、かなり小さめです。アワーグラスとは砂時計のことなんですが、このカーブが特徴ですよね。もともとはバレンシアガのシグネチャーバスクウエストコートにインスパイアされたデザインです。確かに見てください、このカーブのデザインがコートのウエスト部分の曲線美を思わせますね。アワーグラスはバッグも同様に、フラップのヴィンテージライクな B のメタルロゴが特徴です。ゴールドメタルのものもありますが、今回はブラックです。中もすべてブラック。ウォレット全体に統一感があり、モードな印象です。最後はマルジェラのカードケース。秋冬新作なのでプレゼントにもおすすめですよ。メゾンを象徴する4本のステッチ、ブラックのレザーにホワイトのステッチが映えますね。マルジェラといったら、中にはカレンダータグです。こういったさりげなくブランドを語るところがファンにはたまらないですよね。外側にはカードを入れられるようになっています。これフラグメントケースとしてもいいですね。さあ、たくさんのアイテムを紹介してきましたが、キーワードは自分らしさです。ファッションを自由に捉える発想って素敵ですよね。皆さんもご自身が好きなアイテムでこの秋冬のファッション楽しんでください。この動画が少しでも面白かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。